で本日はこちら荻窪駅から徒歩 1、2分、立川まちまち OGKB 店さんにやってまいりました。こちらのお店、私の動画でも何度かお伝えしております立川マシマシさん系列の最も最近オープンされたお店ということなんですけれども、5月の中盤ですけれども、今シーズンいち早く冷やし中華始めましたということで、すごい冷やし中華を提供してらっしゃるということで以前動画でもお伝えしたんですけれども、それ以来立川マシマシさんの冷やし中華ハマっておりますので、これは見逃せないなということでの今回の運びなんですけれども、果たして今年の出来はどんな感じなんでしょうか。それでは今日も張り切ってガガガガガ。さあというわけで今回も懲りずにやってまいりました。いえー、飲食業界ならずともなかなか日本経済景気のいい話ってないかと思うんですけれども、こちら立川マシマシさん、いろんなところにね出店されてて、いや頑張ってらっしゃるんじゃないかななんて勝手に思っておりますけれども、果たしてどんな冷やし中華いただけるんでしょうか。それだけまろ竹永さん、はいほーい、こちらゲットの俺が竹永さん、はい、というわけでこちらがすごい冷やし中華とアフマシライスです。冷やし中華らしからぬフォルムと、このお肉、そしてマヨネーズだれ、これたまりませんね。それでは早速いただきます。もう一思い、やっぱね、全部混ぜていただきます。はい、それではこちらの麺をくっとの少し縮れたタイプの麺。いつもの癖でフーフーしてしまいましたけれども。いや麺にしっかり歯ごたえとコシがあって、少し酸味の効いた冷やし中華だれとの相性も抜群で、これは夢決まりましたね。これは夢でしょう。はい、それではこちらをいただきましょう。お肉は当然ながら焼いてあるので少しあったかいんですけど、この甘さが何ていうか、この冷やし中華合うの合わないのとか、この本当に相性抜群だよね。はい、それではこちらハーフマシライスいただきましょう。マシライス専門館でいただいたマシライスとはね、少しフォルムが違いますけれども、そぼろ状のお肉、こちらですね。いや、めちゃめちゃ味が濃い。ラーメンじゃなくてこれだけを食べに来てもいいっていうぐらいのこのクオリティーが、ピリ辛の鷹の爪と甘辛ダレとの相性が強いぜ。はい、というわけでこちら完食です。はい、というわけでいただいてきましたけれども、いやーマジで美味しかったですね。まあ、偶然の産物なんですけれども、やや酸味の効いてさっぱりしたタイプの冷やし中華とマシライス、結構オイリーな感じなんですけれども、オイリーでピリ辛なあのそぼろ肉との組み合わせ、冷やし中華をすすってちょっと口の中さっぱりしてる状態であのマシライスで追いかけるとね、いやもうマジで何とも言えない味わいで、むちゃむちゃ美味しかったですね。いやー本当に食べてよかったですよ。というわけで皆様もご興味ございましたら、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。といったところで、また次回の動画でお会いいたしましょう。本日はこちら立川マシマシ OGKB 店さんよりお送りいたしました。ご視聴いただきましてありがとうございました。バイ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 バ